はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。はい、今日はですね、タイトルにもあります通りですね、まえチャンネルの2018年の重大ニュースをやっていきたいと思いますね。はい、まあ、重大ニュースといっても、まあ、いつも言ってるけど、重ニュースぐらいで大じゃないかなっていう感じなんだけどね。はい、それでですね、重大ニュースやる前にちょっとお知らせがございますね。はい、まえチャンネル、まあ、エンシングにもちょっと言ってなかったんだけどさ、なんだろう、まえチャンネル結構長く続けてきて、パパね、やっぱこうもうそろそろやめようかみたいなあったりしたじゃない。うん、で、エンシングにもね、何回か相談したりしたんだけど、ですね、実は、この動画をもって、動画配信終了させていただきます。ごめんね、エンシングね、勝手に決めちゃってね。2018年はね、そっかそうだった、忘れてた。これ2018年は終わりだった。そうです、2018年はこの動画、2018年の動画はこれが最後でございますということで、やっていこう、重大ニュース。焦った。マジで焦った。ごめん。びっくりした、うん、はい、ちなみにね、2018年はメインチャンネルでライブ配信も含めて422本の動画を投稿しました。これ初めてかもしれないね。365日ある中でそれを超えたのは初めてかもしれないかな。422本ってすごいね。確か1日2本くらいの時はあったね。そうそう、あったあった。1日2本結構ね、投稿してる時があったので、うん、まあ、この数字になりましたね。特に日曜日とかは普通の動画プラスライブ配信とか、ね、うん、ちょいライブとかやってたんで、この数字になったかなと思いますね。すごい。総再生回数と総再生時間もですね、過去最高でございました。マイチャンネル、ありがとうございます。パパの目標も無事達成することができましたので、引き続けていきたいなと思っております。はい、さっき焦ったから、マジで焦ったから、ちょっとパパもうるってきてたからビビったでしょ。では早速いきたいなと思います。第10位はですね、こちら、YouTuber チップスのカードになる、はい、こちらでございますね。YouTuber チップス、結構ね、在庫がなかったりしたりして、特にこのマイチャンネルのカードはね、入ってなくて、なかなかうちらもかなり開けたんだけど入ってなかったんだ、結局ね。もうすごい、この部屋が埋まるくらい。そうそうそう、こんな感じでね、はい、これはウームが作ったお菓子、そしてカードだったんだけど、まあどちらにしてもですね、こういう風な形でカード化して一般発売されたっていうことが、僕らにとってはとても大きかったかなと思いますね。ゲットした方はなかなかいないと思うけどね、じゃあ続いて第9位は、全国昆虫館巡り正式スタートね。これはもう去年から行きたいって言ってたんだけど、去年はちょっと長いことアメリカに行ってたんで、結局1箇所しか行けなかったんだよね。だけど今年はですね、何箇所行ったんだろう。まあ昆虫展も含めて遅れてるかな。あ、昆虫展も含めるともっといっぱいあると思う。そっか、うん、ああ結構行ったね。じゃあ結構行ったと思うね、来年も行きますか。行く、そうですか、じゃあ来年もちょっと検討したいなと思いますね。はい、それで第8位は、チャンネル登録者20万人突破でございますね。なかなかうちらね、10万人から20万人に行かなくてね、結構苦しい時期があったんですけれども、今年はいろいろありまして、割と早めに突破したのかな、ちょっと覚えてない、いつ突破したのか覚えてないんだけど、無事突破することができました。いつも応援してくださってる皆さん、登録してくださってる皆さん、ありがとうございます。今28万くらいね、結構いってね。そう、今28万くらいで、もう来年の2月3月ぐらいになったら30万人いくかなって感じですね。楽しみだね、はい、30万人になったらまたなんか企画をやろうかなと思ってますんで、楽しみにしててください。続いて第7位、はい、7位はですね、鈴鹿サーキットに行けたってことかな。DLGP とかもよかったよ。 DLGP よかった、まあ、お仕事で行かせてもらったんだけど、これは行ってよかったランキングにも入ってるんだけどね、まあ、パパにとっては本当にね、聖地だったので、ついに行けてよかった、パパにとっては行ってよかったランキング1位でしょ。そう、1位、やっぱりね。いや、実際のコースも走ったしね、あれすごかった、すごい楽しい、思い出でした、いいお部屋だったしね、しかも、超かっこいいとこ泊まったしね、すごかった。はい、続いて第6位、第6位は、行く予定がなかったフロリダへ行くですね。今年の夏休みはどこも行く予定なかったの、本当、あ、海外はね、海外行く予定なかったんだけど、ちょっとね、ポイントが余ってるっていうことと、たまたま航空券が安く取れたってことがこう重なり、急遽
1週間だけ行くことになりまして、うん、1週間でもすごいね、うん、向こうには専門マーシーチャンネルさんすでに行ってて、うん、でフロリダサイサナさんとね3チャンネルでね一緒にパークインしたり、そうハロウィンね行ったりね、そうそうそうご飯食べたりして楽しかったですね、うん、はい、ただパパは非常に体調が悪くて、はい、腰がね腰砕けちゃってね、うん、大丈夫です、今もう大丈夫だけどね腰砕けちゃって大変だったよね、うんこれが気持ちいいだけでしょうか心配してないでしょ君はい続いて第5位 Go away! はい5位はですね虫キング惜しまれながら終了でございますね、はい、残念だったね、うん、2年前にこれもねお仕事でスタートさせていただいた虫キング、うん、これをきっかけにですねジン君は虫が大好きになってね、うん、もう前このフィギュアがさここにあった時点ですビビってたと思うんだけど、今全然大丈夫だし、実際ね、持てるしね。それであの、魔人のオキシデンタイスとか出てきた。そうだよね。うん。残念だね、うん。あの筐体をさ、中古でいいから欲しい。うちでやりたい。もうカード自分で買うからさ。カードとインク買うから、自分で やりたい。ここに置いて。中古で買えないかな。ねえ。やりたいよ。だね。はい、続いて第4位は、ゾンビフィーバーでございますね。っていうゾンビをですね、今年はナーフも含めてですね、脳みそ組でゾンビ化、スライミーでゾンビ化とかいろいろやりました、うん、巨大ゾンビとか巨大ゾンビも含めてね、うん、脳みそ組に関してはこの前も言ったんだけど今現在900万回突破してまして、うん、すごいことになっててね、もう最近はね普通のこういった動画が再生されない中ね、うん、過去のゾンビ動画が再生されてマイチャンネルなんとか生きております。来年もゾンビたくさんやってきます。はい、はい、3位は、はい、ハイタッチ会オフ会開催ですね、これはねほんと良かった。初めてあのファンの方と交流するイベントをやったんだ、ね、単独でね、うん、それがあの東京ドームシティであったユーフェス遊園地のハイタッチ会だったんだけど、うん、結構大きかったね。そうたくさんの方来ていただいてね、うん、もう本当に皆さんと触れ合えて楽しい時間でございました。そうでそれで味を占めた我々は翌月にですねオフ会を開催しましてオフ会にもたくさんの方来ていただいてね、うんうん、ビンゴゲームとかやって遊んだけどね、うん、目の前でギター披露とかね、うん、ウクレレ披露やったけど緊張しましたねパパは。エシン君は大丈夫だったけどね、はい、楽しかった。来てくださった皆さんありがとうございました。また来年もですねなんかやろうと思ってますので、うん、ぜひ遊びに来てくださいませ、はい、続いて第2位は、うん、はい、マエティ発足ですね、うん、はい、これはですね、まあ、マエチャンネルが好きな方々の総称のお名前をマエティという名前にさせていただいたんですけどね、うん、このマエティと名前をつけてからやっぱね集まってきてかな、ライブ配信とかも来てくれるようになったし、うん、なんか皆さんをこう認識僕らもできるようになって、うん、より楽しくなったんじゃないかなと思いますね。本当にあのパパのねお父チャンネルのライブとかインスタグラムのライブとかもね、うん、皆さん来ていただいて。よかったね。待ってこれ触りたいだけでしょうが。触りたいだけだよ。本当にねおかげさまで楽しくね我々も配信続けることができました。パパね結構落ち込むタイプなんだけど。うん、あのそういう配信を続けて皆さんとね笑うことでね今年はねすごく落ち込まなかった。だから本当にあのありがとうございました。よかったね。伝わってるだけ。はい、いよいよ最後ですね。2018年マエチャンネルの重大ニュース第1位はマーティ君家族になるですね、うん、はい、マーティ連れてくる？だね。はい、ということでマーティ君が家族になったことですね、うん、なんといってもちょっとねいろんなことあったけどこれが第一位かな、うん、マーティーがまた舞台でる舞台でるよね、うん、なんだよこっちの部屋また来て何もしなかっただっこかよみたいなね、うん、やっぱりねマーティー君が我が家に来ていろいろ変わりました。状況が変わりましてねとても楽しい1年間だったと思います、うん、はい、マーティー君に癒されたしねパパも、うん、皆さんもマーティー君見てね最初の頃はね今日のマーティー君って、うん、ちっちゃな頃やっててね、うん、ね楽しかったね。だよな、だよな。マーティー君がねもうちょっとで我が家に来て1年になるので、うん、そしたらですねその時にまたあのまとめ動画でもやろうかなと思ってます、うん、今日のマーティー君まとめ。はい、そんなわけでですねこれがマエチャンネルの2018年の重大ニュースでございました、うん、いや今年もですねたくさんいろいろなことありましたけれども、うん、相変わらずゆるくですね楽しく過ごさせていただきました、うん、来年もですね
このスタイルあんま変わんないかなと思いますけども、うん、引き続き頑張っていきますので皆さんも応援よろしくお願いします。ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。はい、ということで皆さん良いお年を。バイバーイ。